今回は元カーリング選手で現在は解説者、そしてピラティスのインストラクターとして活動中の市川美代さんを紹介します。市川さんは1989年6月28日長野県北作郡軽井沢町生まれ。身長155センチ、血液型は A 型、体重スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 D から E カップだと言われています。現役時代は氷上の佐々木希と言われるほどの美しさと、日本選手権を4連覇するほどの実力を兼ね備えた選手でした。氷上ではジャージを羽織っていることが多く分かりにくいですが、トレーニング中の市川さんを見れば立派なバストを持っていることが分かります。前かがみになった際には T シャツの首元から底の見えないくらい深い谷間が見え、ベンチプレスを行っている際は真横からバストの膨らみを見ることができました。さらにはピラティス中にスパッツ姿で大きく足を広げている様子もあり、これだけ綺麗な人がセクシーなポーズをとっていると目のやり場に困ってしまいますよね。普段の市川さんも綺麗で可愛いのですが、すっぴんも可愛いと有名で、清楚な雰囲気と可愛らしい表情が特徴的で、まさに美人アスリートの典型的なモデルですね。現在は現役時代よりも落ち着いた雰囲気になっていて、大人の美しさを感じることができます。市川さんは現在カーリング解説者として活動しており、2018年の平昌オリンピックでカーリング男子予選の中継の時に突然号泣したシーンは印象に残っている人も多いのではないでしょうか。現役時代一緒に練習してきた選手たちに感情移入してしまったのでしょうね。またピラティスのインストラクターの資格を持っており、Hulu のティップネスチャンネルでピラティスを指導する市川さんを見ることができます。タンクトップ姿で指導しているため、ピラティスを習うために動画を見ているのか、セクシーな市川さんを見るために動画を見ているのかわからなくなってしまいますね。市川さんは7歳からカーリングを始め、2005年には日本ジュニア選手権で優勝しています。高校卒業後はカーリングの名門である中部電力に入社し、カーリング部に所属。2011年から2014年の日本カーリング選手権で、当時中部電力に所属していた藤沢さつきさんと共に4連覇を達成しています。2014年のソチオリンピックの出場を逃すと、翌年2015年に25歳という若さで現役引退と結婚を発表し、2016年9月に男の子を出産しています。今後の市川美代さんの活躍に注目です。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。